今季はこれまでかなり堅実な結果を残しています。最低でも残留できそうな状況ですが、おそらく昇格を狙ってくるでしょう。なお本日の主審はギルヘルム・サントソです。ジョンソン、サイドを変えます。セルヒオ・ラモス、ここにいるのはネイマール。ネイマールがいます。うまく届きますか。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。カーキ、ジョンソン、ここにいるのはネイマール。イニエスタ。チャンスと思った瞬間のオフサイド。これは惜しい。スアレス。狭いところでボールを取ります。ここにはイニエスタがいました。そろそろファンフランが危険な位置ですよ。クリシー、ネイマール、ボールはどうだ。ボールはディフェンスがクリア。これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。スアレス、この選手がヘス・ナバスです。スアレスへのパスです。振り抜いた。ペペ、ここにいます。イニエスタ、ネイマール、攻撃に意識を切り替えたい。イニエスタ、バルセロ、ネイマールが抑えます。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。スターリッチ、ラミレス、危険な位置です。緊張感が増してきます。メッシ、この試合でも得点を奪えるでしょうか。この選手がヘス・ナバスです。サイドに展開されましたが、ここでカット。さあヘス・ナバスです。リオネル・メッシ、ここにはイニエスタがいました。メッシ、さあメッシです。ミッドフィールドでボールを取りました。中への突破は許しません。イニエスタ、もう一度メッシ、メッシがスペースに駆け込む。
素晴らしいセーブ。コーナーです。ボールを運びゴールに襲いかかります。振り抜いた。このクリアは大きいですね。危険な場面でしたからね。ネイマールが絡んでいきます。これはディフェンスが勝った。上がった。ボールを蹴り出します。タッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。ラムです。よく見えています。いいパスだ。上がった。ここで落ち着きを取る。ここで打つ。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、この選手がヘッスナバスです。この選手がスアレスです。ボールへの寄せが非常に速い。メッシ、ボールを奪いました。この選手がスアレスです。ダニエル・スターリッチ。ファンフラン、すぐ攻撃に切り替えたい。クロスを入れたい。ボールが狙われています。形でゴール前まで持ってきました。蹴り出しました。前半終了です。未だスコアレスです。解説の堀池さん、前半終わってこの試合はどうお感じになりましたか。はい、そうですね、拮抗した状況でしたよね。後半戦キックオフです。後半戦も引き続き実況西岡、解説堀池匠さんでお伝えしていきます。マルセロ、サイドチェンジ、フィールドの中盤でボールを奪いました。ラミレス、切り裂いた。これは来た。コーナーキック。これは素晴らしいセーブ。よく止めましたよ。決まってたら試合も決まってましたからね。これは大きい。この選手がヘッスナバスです。危険な位置です。緊張感が増してきます。ゴールキックで再開になります。続いています。リオネル・メッシ、セル
ヒオ・ラモスが絡みます。ペペ、ここでシャビアロンソ、ボールが中盤でカットされました。ターヒル、カブール、ヘススナバス、ダニエル・スターリッチ、メッシ、メッシに対してファールがありましたがレフリーは止めません。これはどうなりますか。スターリッチ、メッシに注目しましょう。ここでシャビアロンソ、スアレス、スターリッチ、いいタックルですよね。相手チームにとって彼のエリアを崩すのは簡単ではないでしょう。ここにいるのはネイマール、マルセロ、パスを2人で交換します。硬いディフェンスに攻めあぐねています。ボールを運びゴールに襲いかかります。マークを外せない、体に当たった。ラミレス、スアレスへのパスです。安心のコントロールです。ダニエル・スタリッジがスペースに入るか。グレン・ジョンソン、ここで攻守が入れ替わります。いました、クリシーです。跳ね返ってボールが外に。出ました、ネイマール、ファンフラン、アロンソ、リオネル・メッシ、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ボールを運びゴールに襲いかかります。スターリッチ、ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。サブの選手が控えます。なんとか状況を変えたい。シャビアロンソです。ファンフラン、スターリッチ、決めに来た、クリアできるか。ミッドフィールドでボールを取りました。試合はまだまだ動きません。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。ボールは再び足元へ戻されます。ラミレス、ボールをダッシュ、寄せが早い。ここにいます、イニエスタ。決定的シュート、いい形まではいきましたがフィニッシュのところで外してしまいました。プレッシャーもあったと思いますが
せめて枠には持っていきたかったんですね。ボールを中盤で奪いました。ダニエル・スターリッチ激しくぶつかっています。いい形まではいきましたが、フィニッシュのところで外してしまいました。まあプレッシャーもありましたからしょうがないでしょう。試合終了です。最後までゴールは生まれませんでした。堀池さん、接戦でしたね。そうですね、スコアもそうだったんですけど、拮抗した内容でいい試合でしたよ。今日の試合はいかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間となってしまいました。今日の実況は私西岡、解説は堀池匠さんでお送りいたしました。ごきげんよう、さよなら。